ブラークミンズ軍は、アメリカ合衆国ルイジアナ州の南東部住み、ミシシッピ川デルタに位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は23,042人であり、2000年の26,757人から13.9%減少した。軍庁所在地は、国勢調査指定地域のポアンタラハ州であり、同軍で、人口最大の町はベルチャスである。 この軍は、ニューオーリンズメテリー・ケナー大都市圏に属し、またニューオーリンズメテリー・ボガルーサ公域都市圏を構成している。軍の名称は、フランス・クレオール語とアタカパ族インディアンの言葉で、パンシモンを意味するピア・キミンから取られた。フランス人が、ミシシッピ川の岸に建設した、軍事基地にその名前を付けたものだが、 その場所は多くのパーシモンの木で囲まれていた。その基地の名前が軍名となり、近くのバイユーにも付けられた。ヨーロッパ人による、軍内最古の開拓地はラ、ラバリーズであり、1699年にミシシッピ川、川口近くに、フランス人がそやな砦を建てて住んだものだった。ラバリーズというフランス語は、海の表を意味し、船の標識となるべく背の高い木造の、 構造物だった。フランス人は1721年にも62フィートの高さの印を作った。1720年頃に作られた地図では、島と鳥で、及び河口が示されている。ミッシッピ川の交通と交易が増加するにつれて、複雑で常に変化する川の流れ、また砂スなどを地質した水先案内人の重要性が増した。彼らは家族を伴って、 ラバリーズに住むようになった。この集落は何度も破壊されては再建されたが、1860年のハリケーンで荒廃した後は放棄された。水先案内人たちは上流に移り、パイロットタウンと名付けた開拓地を建設して住み始めた。19世紀にはその人口がピークに達した。川の水先案内の仕事の重要度は続くが、 従事者はより人口の多い地域に家族と住み、パイロットタウンには仕事の時に限り一時的に泊まるようになった。重要な歴史史跡は1822年に建設されたジャクソントリデであり、米英戦争のニューオーリンズの戦いで英雄になったアンドリュー・ジャクソン将軍が推奨したものだった。南北戦争中の1861年、ジャクソン取は ミシシッピ川川口にあったので、アメリカ連合国軍がニューオーリンズ市を守るために重要なものになった。第一次世界大戦の1917年から1918年、アメリカ陸軍はここを訓練基地として使った。プラクマイン軍はミシシッピ川川口から70マイルに広がっているので、川沿いにはいくつかの制油所があり、 その製品の輸送を川に頼っている。ミシシッピ川はオフショアのオイルリグを支援する基地でもある。海外貿易にコンテナを用いるようになったことではアメリカ合衆国で最初の場所である。1901年8月のハリケーンでブラスの町には4フィートの水が来るなど被害が出た。1900年代初期、軍内からは柑橘類が輸出された。農夫は 鉄道とミシシッピ川を使って大量の商品を市場に送り出した。特に火器を中心とする商業漁業も軍経済にとって重要なものだった。1915年の大ハリケーンは軍内の多くの場所で被害を出し、ミシシッピ川両岸で堤防が決壊し、高潮は12フィートに及び数百人の死者を出した。多くの者が家を失い、 事前援助が届くまで植えてしまう者も,もいた。ポアンタラハシュの古い軍庁舎もこの嵐で破壊された建物群の一つであったが、一年経たないうちに新しい庁舎が完成した。1919年から1969年、プラクマイン軍とセントバーナード軍は、政界の大物、レアンダー・ペレスの支配するところとなり、 ペレスは地域に事実上の先生を指揮選挙を操作し、厳しい人種差別を強いた。ペレスが死ぬとその息子たちであるレアンダー・ペレス・ジュニアと、チェイリン・ペレスが、それぞれ地区検事と軍長に選出されて、政治を支配した。個人間の揉め事から、ペレス家の実権が弱まると、1980年には、政敵が選挙に勝てるようになった。 1927年のミシシッピ川大洪水の時、首と州の指導者たちは、ニューオーリンズの町を洪水から救うために、キャナル通りの下流13マイル、カーナーボンの堤防をダイナマイトで爆破した。その結果、人口の少なかったセントバーナード軍やプラクマイン、軍の大半が水没し、農作地や家屋に大きな被害をもたらした。1965年、 ハリケーンベッチがこの地域を襲い、軍庁舎など多くの建物が浸水し、9人の死者が出た。レアンダー・ペレスは軍を外界から遮断する一方で州の援助を得ようとした。軍内には3つのアメリカ合衆国国定歴史建造物がある。その他にアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定される場所が5つある。 ウッドランドプランテーションは1930年代以来サザンカンフォートウィスキーのラベルに使われている。このプランテーションはミシシッピ川西岸、ウェストポワンタラハシェにある南北戦争以前の邸宅が著名である。この邸宅は朝食付き宿泊施設として使われている。2005年8月29日、アメリカ市場でも最悪の惨事がルイジアナ州を襲った。 ハリケーンカトリーナは、州南部全体に、深刻な被害をもたらした。プラクマイン軍では、戒厳令が発せられたが、州法には、そのような用語がないと、多くのメディアが報じた。被害の出なかったところはないくらいで、プラクマイン軍、オーリンズ軍及び隣接するセントバーナード軍の、被害が大きかった。ポアンタラハシュ、ポートサルファー、ブラストライアンフ、エンパイア、 ブースビルベニス、フェニックス、ベニスの街が莫大な損害を出した。上陸時に激しい雨と時速120マイルを超える暴風で堤防が決壊した。高波は20フィートにもなった。退去命令によって住民の大半は脱出していたが脱出できない者も,もいた。少なくとも3人の住民が死亡した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば 軍域全面積は2567平方マイルであり、このうち陸地780平方マイル、水域は1787平方マイルで、水域率は70%である。ルイジアナ州で面積が最大の軍であり、州の南と南東はメキシコ湾に面する。プラクマイン軍には重要な海産物産業がある。エビ、カニ、 カキ及び魚類を毎年数百万ポンド出荷している。また柑橘類の生産も盛んである。海産物と柑橘類の生産はハリケーンカトリーナの後でいくらか衰えてきている。エビや甲殻類漁船の半分ほどが失われた。2007年1月、柑橘類の樹木数千本が適化されないままになった。 プラクマイン港は合衆国の中でも最大級の港であり、主に国内向け貨物を扱っている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。プラークミンズ群図、プラクマイン軍には法人化された町がない。以下は国勢調査指定地域、または未編入領域のそれぞれ一部を抽出した。プラクマイン軍教育委員会が 地元の公立学校を運営している。ありがとうございます。